Join me, 48 hours correspondent Aaron Moriarty, on my podcast, My Life of Crime, as I take on true crime investigations like no other. This season, I'm looking into the labyrinth of crime and secrets within families. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Aaron Moriarty wherever you get your podcasts. 毎週木曜日のこの時間は、飯田和夫のキャッチアップ、木曜日は元 RKB 解説委員長の飯田和夫さんですすすすおおおはははよよ、はい、ようううごごござざざいいいままままあもう飯田さんといえば中国の話ということで、えー、今、中国といえばこの処理水海洋放出をめぐる問題ですけれども、はい、日本産のすべての水産物の輸入を停止すると、中国発表してますねはいあの、まあ、過去に何度もこの日中関係が困難な状態に陥ってきたんですが。はい ただそんな中でも、ですねやっぱりかすかな巧妙っていうか、多分こういう落としどころかなっていうのは見えたんですけど、今回の場合、ちょっとなかなかなな難しいですよねまあなぜかというと、処理水の海洋放出は向こう30年間続くっとい水産物の全面の禁輸、そしてまあ鮮度が重要な生産品の輸入というのは、実質的に止まった状態ということで、それに加えて冷凍品や乾物も含めて、日本からのすべての水産物の輸入が禁止となりました。先日公明党の山口代表が あの中国訪問を予定してましたけども、これも直前になって、延期キャンセルということになりましその話ですね、えー、まあ山口代表はあの岸田総理の親書を持って、中国側の要人、まあ、希望としては習近平さんだったんですけど、はい、でそれがキャンセルになったと、まあ中国側からの申し入れでキャンセルになったと、まあ,ある意味、岸田総理の親書はまあ今、受け取れませんよという意味だと思うんですよね。 で千百七十二年の国交正常化した時の前なんですけど、はい、まあ公明党やそれのまあ支持母体の総合学会、はい、まあこれが中国側とまあいい関係作ってきて、<ー>まああの追払いのようなことをして、<ー>まあ,あ金を作ってきたんですよね。<ー>ですからまあ半世紀が過ぎた今でもまあ中国はその公明党を を大切にしててきたってあるんですよね、うんまあ、中国の要人がよく使う言葉で、あで、水を飲むときは、えー、井戸を掘った人の恩を忘れないっていう言葉はあるんですけど、ある意味、その自民党のできない部分を公明党が補ってきたっていう役割があったんですよね、はい、ただ、その公明党のトップであっても、今は来てもらっても困るっていうような状況、はい、これは今が厳しい、難しい局面にあるということを表してるんですよねしかも、この水産物の全面輸入禁止。うん まあ福島から遠く離れたところで、まあ、どこでも全部だめだってことですからね輸出相手の国別でいうとやっぱり日本は中国が圧倒的なわけですよねその中国向けの水産物の輸出は全体の3割を占めていてホタテとかアワビ今北海道産も多いんですよね、はい、で高級中華の食材としても日本産のこの品質っていうのは 中国の方からも高い評価を得ていたわけですよね、はいあのーまあ、日本各地のいわゆるブランド水産品っていうんですかね、ええ、まあ青森県大間のマグロの刺身とか、あ<ー>まあ近くでいうと大分県の関さば関アジテあじ。 で、僕たち日本人もめったに,死に入れないが。そうですね。もう、向こうでは高値で取引されているて形で。うあと、こう、最近は日本で盛んになってきて、あの、陸上サーモンの養殖。<ー>あ、でも、まあ、中国、市場をターゲットにしているところもあるって言われてますよね。はい。ただ、まあ、中国の対応は、こう、冷静さがないっていうか。そうですよ。もうね。ちょっと、また、意固地になってるというか、頑なな感じ。まあ、もう、多かったりしてね。まさしく、その話なんですよね。あの。はい、あの、先週、この時間で、あの、僕、あの。 中国の人民日報のニュースアプリを自分のスマホに入れてるって話しましたよね、はい、で今回も24日の,の午後1時の,の、はい 1> えー、処理水の放出、えー、ですね、はいで、あの直後からもバ,ンバンそのアプリに入ってきて、あ<ー>まあ日本のメディアよりも早いぐらいなんですよ、スピードが。えー、でこれがまあその トーンがやっぱりその漁業者が怒っているとか、うん、市民団体が反対集会を開いたとか、うん、まあ別の第三国が放出に懸念を表明したっていう、まあ、報道内容は放出を否定するトーンがやっぱ目立つんですよね、ただ、そういう報道を見聞きした中国の国民は、日本への反発、反感を強めていく、そ,<う>まあそのまま飲み込むって形ですねそうですね、ですから先ほど水、さっきの水木さんがおっしゃったその、いわゆる迷惑電話もそうですし。うん あとそのニュースサイトに載っているあの読者や市民の書き込み欄ですね、はい、ちょっとここで紹介するのもためらうまあ表現で日本を非難してるんですよ、でそしてまあ中国当局もそれを容認してるって、ね、ちょっと本当ため息が出ちゃうんですよねやっぱり過去にもそんな似たようなケースみたいなのあったんのやっぱり苦い思い出を感じるんですよね、やっぱり私はまず反日でも直感しちゃいますよね。 えー、最近でいうと2005年、うん、2010年2012年、うんはい、でこれは理由はその日本の歴史教科書の問題とか日本の国連安保理常任理事国入りとか、うん、あと尖閣諸島の国有化って、うん、まあ その国営メディアがその中国国民の,その反日感情を煽って、ええ、まあデモが繰り返されると、うん、あの事態,事,事態をどうしても思い出してしまいますよねその反日デモは、日本が中国へ攻撃したことに対して、中国政府はそもそもの原因は日本側にあるってこう、まあ、謝罪を拒絶したわけですけどもね今回もですね、ねそもそもの要因は日本側にあるって、今回もそういう言い方してますよね。うん、でやっっっぱりあの中国各地にある日本人学校、はい、まあうちの家族もててた子供が言ってたんで やっぱりああいう時代になると、うんまあ、スクールバスが危ないので、うん、学校は休校になっちゃうんですよ<ー>だからそういう子どもの心にもですね、うん、ああ今の僕がいる中国と自分の国である日本の関係おかしいんだなってやっぱりそういうような影響も出ちゃうんで、うん、ここが深刻なんですよね,ですねであと山東省の青、ー、島の,の日本総領事館の近くでは、まあ、いわゆる落書き、はい、でこれがあの漢字で言うと「日本鬼っ子」。 これはあの中国で言うと、リーベン・グイズっていうんですけど、はい、これ、の昔のもう古い時代から、化け物のような日本人っていうま、あまあ日本をまあなじることばなんですね、清、はい、朝末期、日清戦争時代から始まった、いまあ未だに使われている言葉がまあそが、負の歴史が生きてる感じがすするんですよね、はい、あとは、日本製品をこう買わないように呼びかける、不買運動を呼びかけるような動きもありますよね。はい、先ほどのニューリーベン・グイズ日本お肉にっ比べと、うん 加えてこの不買運動、うん、これ、数年前、えー、十数年前の反日デモより,より、まあ、もっと過去のこと、もっと過去のこと、私は連想しちゃうんですよもっと過去というと、うん、はいあの、皆さんもあの中学や高校の歴史の教科書で習ったと思いますけど、この4文字、日価廃斥<ー>日本の貨物、つまり日本商品の廃斥っていう運動が、過去のに<ー>、えー、中国でありましたよね。はいうん まあ第一次大戦中の大正4年というか、1915年ですよ、はい、まあ日本は中国に21か条の要求ってありましたよね、あ<ー>あの中国において日本の権益を認めろっていう要求なんですが、うん、この時もときも反日運動が起きて、ええ、で中国の民衆はまあ日本商品の排斥運動を行ったと、うん、でそれがよ4年後の五四運動っていうあの学生運動ですね、抗、はい、日運動。うん こ繋がったと、うん、どうしてもこういうことを連想してしまうし、まあ、100年以上前の日本と中国の,その負の歴史がです、ね、うん、また今回、このように繰り返されているのかと思うと、もう、今回の処理水海洋放出をめぐっては、中国政府は国際的な公共利益を無視した極めて自分勝手な行為というふうにまあ表現して、日本側に放出をやめるように要求してますよね。うんはい、でも 科学的根拠をなんで中国は示さないのかなっていうのが、すごく疑問ですし、また堅くな,な姿勢ですよねこれ、あのただ一方で、中国の国内を見ると、やっぱりこう経済的な困窮というか、若者の失業率が高くなったりとか、そういったなんか不満みたいなものを日本に向けさせようとしてるんですかね、これ、あると思いますね。ですからさっきの,あの科学的根拠で言うと、出せないんですよ。うん 出せないから、うん、いわゆるそういう国民を煽っていることもあるんですよね。うん、ただ、うん、僕はちょっと違う見方したいんですけど、科学、はい、あの海洋放出が決まったのが確か二年ぐらい前でしたよね。はい、で中国はその時からずっと反発してるんですよ。えー、だこの二年間で日中の間で、うん、まあ政治レベルでまあ、事態の収拾を図る努力は。 ややれれててここたのかってことはやっとぱりすすごい疑問なんですよなるほどで確かに、まあ、あか台湾有事を含めて安全保障において、うん、まあ日本がアメリカと同一歩調を取っている、まあ、そういう岸田政権、うん、まあそういう不信感も背景にはあると思うんですよね。で、えー、そしてあのもう一つ気になるのはまもなく日中の間である記念日がやってくるんですよ。記念日はい えと満州事変あ<ー>あの、日本の軍隊が旧満州、現在の中国の東北部ですね、はい、えの軍事行動をしました、はい、そのきっかけとなった事件が、1931年、昭和6年の9月19日に起きたんであ、18日、1931年の9月18日に起きました、<ー>で明日から9月なんですよ。はい で中国では過去においてもこの9月18日にまあ反日運動の炎が燃え広がってきたですから明日からちょっと要注意の9月になるんじゃないかなと僕は気にしてますねなんとか冷静な、ねね、対応っていうところを望むんですけれどもねしばらくまだこう注視しなければいけません飯田和夫のキャッチアップお送りしましたガールズパンチバッテン少女隊の「バッテンラジオタイム」 青井リルわです RKB ラジオでお送りしているガールズパンチバッテン少女隊のバッテンラジオ隊はポッドキャストでもお楽しみいただけます Apple、Spotify、Amazon Music、Google Podcast などでバッテンラジオ隊と検索してフォローをお願いします